はい、皆さんこんにちは。今日紹介するドミカはこちら、ディズニーモータースルビーミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはディズニーモータースルビーミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションです。販売店特別使用者になるので、タカラトミーモールオリジナルになってます。で、ここの部分にパーツが付属されてたね。このシェードをここにくっつけると完成かな。うん、いい感じだね。じゃあ正面の方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分には赤いリボンがついてて可愛いね。フロントガラスの部分はブルーのクリアパーツになってます。で、ちょっと上の方を見ていくと、でミッキーのこの頭の部分になるのかな。ハットをかぶってて、ディズニーウォータース10周年アニバーサリーのロゴがプリントされてます。で、このまま上の方を見ていくとこんな感じだね。この上の部分はこれはポップコーンをイメージして作られてるのかな。結構凹凸感があっていい感じです。で、横から見ていくとこんな感じだね。この部分にはフレッシュ&ホットポップコーンって書いてあるから、やっぱり上の部分はポップコーンをイメージして作られてたんだね。で、このシェードの部分にはミッキーと10周年アニバーサリーのロゴがプリントされてます。この部分にもしっかりプリントがされてるね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にも同じくディズニーモータース10周年のロゴがプリントされてます。テールランプの部分も可愛いね。で、側面を見ていくとこんな感じだね。このクリアパーツの部分にもミッキーポップコーンってプリントがされてるね。すごい可愛いね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。ハットの部分とこのポップコーンが印象的だね。内装の部分はこんな感じだね。運転席のところにはハンドルがしっかり作られてあります。で、後ろの方のお店の中だね。この部分もしっかりと、これはレジなのかな、こんな感じでしっかり作られてます。で、タイヤの部分は特にサスペンションはついてないです。でもしっかりゴールドで塗装されてて可愛いね。で、アクションはこのシェードの部分が上に上がるんだね。こんな感じで上に上がって、お店屋さんごっこもできるのかな。中の方にもしっかりとポップコーンってプリントされてるね。この辺しっかりした作りになってます。で、後ろの方を見ていくとルビー2015年の写真になってます。で、こうやってしっかり見ていくと、やっぱりディズニーモータースらしくてすごく可愛らしいね。で、特に全部シールとかもなくて全部プリントになっているところもすごく良かったです。で、ディズニーモータース10周年記念ということもあって、すごくたくさんのプリントがされてたね。いい一台になってると思います。で、ぐるっと一周見た時に気づかなかったんだけど、このポップコーンの中にミッキーの隠れミッキーがいるんだね。わかるかな。さっきは気づかなかったんだけど、この部分に隠れミッキーがデザインされてます。なんかこうやって見ていくと、この辺もなんか顔に見えてきたね。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージのところには販売店特別仕様のプリントがあります。で、側面の方を見ていくとこんな感じだね。で、裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はディズニーモータースルビーミッキーマウス10周年アニバーサリーエディションを紹介しました。で、このモデルはディズニーモータース10周年の記念エディションということもあって、結構力の入ったデザインだね。この部分のシェードの開閉機能もあったり、上の方に隠れミッキーがいたり、すごく面白い一台だと思います。で、このモデルは販売店特別仕様になっているので、
タカラトミーモールで購入することができます。で、発売されたのが2018年の11月の下旬ぐらいだったので、今はちょっと在庫切れになってるかもしれないね。で、ちなみに価格の方は定価が1000円をちょっと超えてます。なかなか高いモデルだね。気になる方はタカラトミーモールの方をチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。